ギガ。フルキス S 体験版。はい、どうもこんにちは、ザワと申します。ということで、今回からですね、こちらの作品フルキス S の体験版の方を実況プレイやっていきたいなと思います。ということで、いやー、戻ってきましたね、フルキスの世界に。いやー、懐かしいですね。1年以上前ぐらいかな、フルキスの実況やってたんですけども、その、まあ、スピンオフということなんでしょうかね、この S は。はい、ということでね、ヒロイン2人で、まあストーリーがそのフルキスの世界でね、また紡がれていくということで楽しみにしておりました。まさかこのタイミングで体験版出るとはっていうね感じでもあったんですが、まあとりあえずね、今回なんですけれども、まあ絵はね、まあフルキスの方も担当されていたうなさかさんが原画で入っていらっしゃるということらしいんですが、まあまあまあ、アジさんがね、今回いないという、作品なんですよね。まあキスシリーズといえばアジさんみたいなところありますが、ただまあなんだろう、アジさんがいたらスピンオフの意味がないというかね。なんか、それキス、なんかキスシリーズ本筋になっちゃうよなみたいな。まあだから、まあちょっとね、あえてアジさんをね外すみたいな、まあまあまあ、そのちょっと心意気というか気概についてはやっぱギガさんすごいなという感じがね、しますが、まあもちろんね、キスシリーズといえばギガさんと、もう説明しなくてもわかりますけれどもね。はい、そんなフルキス S をねちょっと楽しみにしていたので、やっていきたいなと思いますが、この左側の子がちょっと気になるな。ちょっとこの泣きぼくろと、見た目すげえ好みなんだよな。はい、そんなことはいいですよね。はい、ということで、ニューゲームの方をスタートしていきたいなと思います。それではニューゲームスタート。最初からだね。あ、懐かしいな、この背景。だから懐かしみながらやっていけるね。お、いや、この BGM もいいよね。はい、じゃあやっていきましょう。新しい季節を告げる甘い風が俺の前髪を揺らしていた。なんだか優しくて暖かくて心地がいい。たまには早起きもいいもんだな。この分なら約束の時間には余裕を持って到着できる。ふと見上げた先には青い空と薄く伸びる雲。俺は大きく深呼吸をして少しだけ歩く速度を緩めた。あー、懐かしい。ね、フルキスではユッキとね、こうなんか二欠してというか、二欠って言うかな、なんかね、二人乗りしてさ、ここをね走ってちょっと怒られながら逃げるっていう。なんかそんなくだりありましたよね。あれ、まだ来てないのか。辺りを見回してもそれらしい制服姿は見つからない。おう、どうした、大丈夫か。あいつが遅れるなんて珍しいな。ふと自転車で通り過ぎる学園の生徒が目に留まる。心なしかその姿は冬の頃よりスピードに乗っている気がする。あいつっていうのは誰なんだろうな。新学期だもんな。新しい季節、新しい学年、新しい出会い。浮かれる気持ちもわかる。多分春風に背中を押してもらっているのだろう。何このさ、すげえいい表現。春風に背中を押してもらってな、みんなこうやってきてんだろうなっつって。でも俺にだってみんなみたいに追い風が吹くかもしれない。この単調な生活に変化が訪れるかもしれない。あ、この感じはな、本当にフルキスって感じだね。そう、主人公、まあ、フルキスのね、本筋の方の主人公は、まあ、まあ、マサールくんって言うんですけども、あっちの方はね、なんというかな、ちょっと、いい出会いないかな、みたいな、恋が始まんないかな、みたいな感じでこうね、投稿していくんですけどね、最初。ほんとそんな感じだね、この、主人公もね。ちょうど1年前、学園に入ったら、彼女ができるかも。おぉ、ほんとなんかフルキスみたいな感じだな。なんて淡い期待を胸に秘めていた時のように。あー、そっか、1年前はもうあれかな、諦めの境地にちょっと入ってきてるぐらいなのかな。まだ諦めてないみたいな。そっか。もっともそんなに都合よくいくはずもなく現在に至っているわけだけど、まあ例外として仲がいい女友達は一人できた。おい、なんだよその例外よ。そんな例外なかなかねえからな。となれば今度こそは、
あ、今年こそは。今年こそは？なーに？ユウと仲良くなりたいとか？おっと？まさか幼馴染枠だと？ちょっと待って。ユウと仲良くって。うん。あれ？待って、この感じは、まさか泣きぼくろの子ですかね。あ、じゃなかった。じゃなかった。あ、これ、あれですね。サブヒロインじゃなくて、なんつうの？女友達枠女友達枠ですね。わっ！いきなり声をかけるなよ。ぼーっとしてる方が悪い。一応、女の子との待ち合わせだぞ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、仲良くなったのがこの子なんだ。この子は攻略できないんですよね、ちなみに。この子も攻略できた。なんか、マユリみたいな感じだよね、ちょっと。なんかさ、この首の感じとかさ。すげえ、マユリに似てるよね、キスベルの、キスベルじゃねえ。リップキスの。女の子って、相手はお前だぞ。じゃあ、他の子だったらそわそわするの？それこそ、ユウとか。どんだけユウを押すんだよ。めっちゃユウ押すね、この子。少しだけ意地悪な視線。さすがは例外に当たる女友達だ。まるっきり容赦がない。それは、いいだろう。別に。ちょっと意識してんだな。あ、てか主人公、タクヤくんっていうんだね。はぁ、片思いをこじらせちゃって、わっかりやすいよね。お、片思いしてんの？手加減のない追求。俺の耳が熱くなっていくのがわかる。うるさいぞ。もういい。俺は先に行くからな。両手で耳を塞ぎ、俺はさっさと歩き始めた。なんこら、そんなに照れることないじゃん。ちょっと名前を出しただけでしょ。うわぁ、うざい枠だな。でもなんかこう、助けたくなっちゃうみたいでさ、もうほんとマユリ枠だね。同級生だよね、おそらく。善意という名前の悪意を帯びた笑み。久しぶりに会う笑顔は、愛も変わらずだった。鳥越千夏。あ、千夏。わ、なんか千夏、いい名前だよね。なんかヒロイン、なんか攻略対象に欲しいな。俺が気楽に話せる唯一の女の子は、唯一ですか。マジか。まあ、出会い方が出会い方だったっていうのもあるけどさ。あ、懐かしの、懐かしの、なんだったっけ、なんか、あー、名前忘れちゃったな。メックだっけ放課後メックだっけあれ違うかそれは、まあいいや。まあいいや。去年、大型のモンスターを狩るゲームが出たとき、友達同士で集まって遊ぼうということになった。おう。大型のモンスターを狩るゲーム。モンスター何菓子ですかねそれ。モンスター半何菓子ですかね。その時にいたのが、鳥越だった。おう。と、2組の鳥越千夏です。今日はよろしくね。スマホを手に屈託のない笑みを向けてきた。なんだか初めて会ったような気がしなかった。おお。なんかすげえ意気投合しちゃってんじゃん。いいじゃん、もう千夏さん攻略しちゃっていいじゃん。もう似たような趣味を持つということは、それだけで親近感につながるらしい。そうですね、フルキスの方でもね、なんかパズルなんちゃらをこうやってた。やってる、なんか幼馴染がいましたね、一緒にね。あれさ、あれちょっと、ポケモンにちょっと似てんだよな、あれ。そう。ね。まあ、ユッキルートとさ、ほなみさんじゃねえ、穂崎さんルート、もう、すみれさんか。すみれさんルートでもさ、出てくるけど、なんかすげえポケモンに似てんだよな、あれ。パズルゲーっていうよりはポケモンなんで、まあそんな話はいいか。はじめは女の子ということで、俺も丁寧に接していた。でも解散する頃には遠慮なんてすっかりなくなっていた。それからだ。鳥越がよく話すようになったのは。はじめはゲームの話題ばかりだったけど、だんだんと身の回りのことを話すようになっていった。お、そっからどんどんこう仲が良くなっていくみたいな。とはいえ、憧れてる女の子のことまで話したのは失敗だったのかもしれない。それはまずいな。やってもうたな。クラスって廊下に張り出されるんだっけ？そのはずだけど。一緒のクラスになれるといいね。ちょっかい出されるから嫌だなって思う反面、なんかやっぱ女友達がいるっていうその強みみたいなのがあるから複雑ですね。どっちだっていいよ。どうせクラスが離れてても
ゲーム持って遊びに来るんだろ。違う違う、あたしとじゃなくてユウトだよ。どんだけ押すんだよ。だからめんどくせえな、なんか。めっちゃ押すね。何、なんかパイプあるんですか、ユウさんとこの千夏さんは。そんなに好きなら告白しちゃえばいいのに。まあね、でもいきなり告白したら絶対振られるよね。だから単に憧れてるだけだよ。それに俺よりかっこいいやつなんて。うん、一応さ聞いておくけど、若月くんってユウが人を顔で選ぶ子だと思ってるの？そんなことはないと思うんだけど。まあな。でも断定するのはちょっと気持ち悪いよな。もうユウさんってそういう人だからさってさ、なんかさこう自分で断定してさ行く人っていうのもな、なかなかちょっとやばいもんな。よく知らない相手に告白されるのは迷惑じゃないかとは思っている。まあ何かしらこう接点が欲しいよな。まあそれならいいけどさ。にっこりと笑い、鳥越はこちらに背を向ける。お手洗いに行ってくるから先に行ってて、すぐに追いかける。その言葉に軽くうなずき、俺はのんびりと下駄箱へと足を向けた。へえ、ここからも桜が見えるんだな。懐かしい。いやー、ここも懐かしいな。会長さんが出てきた。ねえ、全然仕事をしない会長さんがね、こんなに逃げ回ってた、この廊下ですけれども。2階に上がると、窓の外には目を引く、淡色が広がっていたかな？単色？綺麗だな。そういえば去年も先輩たちが騒いでたっけ。少しだけ足を止め、おもむろに窓を開ける。まだまだ満開とは言えないけど、それでもこうして目を止めるほどには美しい。いやー、いいよねこの桜の感じね。新入生の頃は右も左もわからないこともあって、桜を見る余裕なんてなかった。うん、まあフルキスのね、最初はこの桜の中でこうなんかね、なんつうかな、舞い散る舞い散る中でこうなね、奈良原さんが出てくるっていう、ちさちゃんが出てくるっていう、そうそう、あれが印象的ですけどね。まあやっぱこうして背景として見てもすごいよな。でもこうして改めて見るとなかなかどうして悪くない。下の並木道でお弁当を楽しむ学生もいるって聞くけど、それも納得できる。うん、メルアド交換したりな。ありましたね、フルキスの方では。花をめでる習慣なんてない俺が、こうして春色を楽しんでいるくらいだし、そんな風に思った時だ。そよぐ風に乗って一枚の花びらが舞い込んできた。とっと、思わず掴もうと手を伸ばすが、花びらはひらりとかわし廊下を舞い。あ、ん？お、ヒロインの一人ですね。なんかちょっとスミレちゃんに似てる感じの。ちょっと黒髪美少女ですけども、はい、見ていきましょう。ひらりと花びらが滑り降りたのは女の子の手のひらの上だった。この後ろがなもうこれね、スミレちゃんとユッキなんだよな、なんか後ろ姿が。いやなんかこういうところまで凝ってるよね。一冊のハードカバーを抱えながら、少しだけ驚いた目で花びらを見つめていた。まるで小さな子供が無垢な感動を味わっているように。よかったね。自分でも不思議なくらいに優しい声が出た。よかったねっつって。なかなか言わんと思うけどね。いや、すごいね。え？話しかけていくスタイル。女の子がこちらを見るのと同時に、俺は自分の口を押さえる。声をかけるつもりなんてなかった。確かに。なんかなさそうだったもんな。続く言葉が出てこない。見つめ合ったまま、わずかな時間が過ぎ。彼女の本が廊下に落ちると同時に、俺は我に返った。おう。大丈夫か？ごめん。驚かせちゃったね。
俺は慌てて落ちた本を拾い上げ、女の子にそっと差し出す。お、1年生なのかな。あの、若月くん。ん？あれ？知っている？え？射抜くような視線。彼女の薄い唇が口にしたのは俺の名前だった。と、本を受け取った彼女の顔がみるみるうちに赤く染まっていく。え？もしかして、どこかで会ったことを。そういうのと同時に、俺の頭がフル回転し始める。あら、あ、どこだったっけなーって。俺だけ可愛らしい子だ。接点があったなら覚えていてもおかしくない。ねえ。でも、記憶のどこを探ってもさっぱり思い出せない。マジか。ねえ、リプキスのカナちゃんはな、すぐ思い出せたのにな、ソウジ君は。ダメか。ちょっと、ヘタレだな。ヘタレなのかな、わかんないけど。大丈夫かな。その、急に声をかけたりして、ごめん。びっくりさせたよね。まあ、でも幼馴染って感じではなさそうだな。どっかでなんかちょっとチラッとこうあったみたいな感じっぽいね。いえ。続く言葉はない。俺は俺で緊張してるし、彼女も唇を噛んでしまっている。その、俺のことを知ってるってことは、どこかで会ったことあったかな。それは、突然のチャイムに彼女がビクッと体をこわばらせる。大丈夫か？ですね。そうじゃなくて、ありがとうございました。失礼します。かわいいな、なんか。おどおどしてる感じなんだ。結構さ、こう、なんだろう。こう、すました。結構なんかこう、うん。こう、なんつうかな、こう、平然としたというか、なんかすごい、毅然とした感じなのかなと思ったら、結構あわあわしてる感じなのね。なんか見た目とはちょっと違う感じというか。うん。なんかこう、清純なんつったらいいの。なんかしっかりした見た目とは違って、あわあわしてんだね。いや、まだ余霊だから。って、廊下をかけていく後ろ姿。できることは、呆然と見送るだけ。やらかしたかな。まあ、いつものことか。いつものことか、これ。マジで？初対面の女の子とうまく話をすることができない。今のはタイミングが悪かったのもあるけど。って、弱気になってちゃダメだ。今年こそは、だろ？前向きに、前向きに。そうだよ。よくよく考えてみれば、自然と女の子に声をかけられるなんてちょっとした進歩だ。確かにね。確かにね。うん。いや、すごかったよね。よかったね、つって。よし。気を取り直して、クラス発表を見に行こう。ああ、クラス発表いいね。ね、また一緒のクラスじゃんか、よーみたいな感じでさ、このあのユッキーがさ、後ろからこう叩いてくる感じがちょっと懐かしいですが。彼女が立ち去った廊下で、俺は力強く拳を、力強く拳を握りしめた。お、何このギターの感じ。いいね、この BGM。廊下には予想通りの人だかりができていた。その中心にはクラス分けの表が貼り出されている。しっしっし。少しだけ祈るような気持ちで目を走らせる。自分の名前より先に確認しておきたい名前があるのだ。しから始まる人ですね。うわ、お前一組かよ。いいな、可愛い子が揃ってるって噂だぞ。可愛い子、あ、待って、これちょっと待って、男性ボイス俺オンにしたかな、あれ男性ボイスこれないか。ごめん、男性ボイスもともとなかったらちょっと申し訳ない。ちょっとコンフィグ見ていいですか。設定を変更しますね。え、待って待って、ボイスシステムでしょ、あれ、アドベンチャー、ちょっと待って、なんかこういうのをあんまり見せないんだけどさ。え、待って、男性ボイスオンになってるかな。ごめん、なんかね、こんな、なんかめっちゃグダってんね。クリアしないと使用できません。あ、そう、システムボイスか。いや、こういうのもたまにはいいでしょ。なんかこうグダってる感じというか。かわいい子、耳から入る情報に自然と視線が一組へと向かう。しっ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 4、うん、
くみ。ほら、そっちじゃないって。ちなつさん、ちなつさん、情報が早いですね。うわぁ、いつ戻ってきたんだよ。ちょっと前だよ。気になる名前だけざーっと確認してたので、言うでしょ、4組だったよ。いやー、まあ、うざいんだけどありがてえな。なんかでも押してくれてる感があるよね、背中を。4組、事前止めが言ってしまう。同じクラスになりたいな。たたたたたたたって同じクラスになりたいな。なんかこのフレーズなんかどっかで聞いたことあるけど、まあいいや。そんなこと言ってないだろ。俺はただ自分のクラスを4組だよ。だいね、4組っつって、あれ、まさか、え、だからユウと同じ4組。よかったじゃん。あ、よかったじゃんねえ、タクヤくん。マジで。俺はすぐに4組の名前を確認していく。おお、本当だった。俺の名前もしっかりと4組に入っている。あらあら、必死だね。ニヤニヤする鳥声。俺は咳払いを一つ何でもない顔で言ってやった。それでお前は。よく見てよ、ユウの近くにあるじゃん、みんな一緒のクラス。そっか。ああ、やっぱね、うん、みんな一緒じゃないとな、そこはな。意外なことに笑みがこぼれた。新庄さんと同じクラスってこと以上に鳥越がそこにいてくれることにほっとしたのだ。もうさ、もういいじゃん、千夏さんで。千夏さんでいいじゃん、もう。ねえ、ちょっと仲良くなろうぜ、もっと。なんかよかったよ、話せる人がいるってすごい安心できる。1年間よろしくな。鳥越沈黙。なんだこれ。どうかした？そう尋ねた瞬間、鳥越が俺の頭をわしゃわしゃと撫で回し始めた。やっぱ若月くんは可愛いな。普段は憎まれ口を叩くくせに時たま純粋なんだから。もう可愛さが溢れてるな。やめ、やめろって。鳥越の手を振りほどこうと身をよじる。からかわれると素直になれない。俺は鳥越から距離を取るとさっさと背を向けてやった。あ、俺はもう教室に行くからと袖を引かれたことに気づき、俺は仏頂面で振り返る。え、仲良くなれるといいね、ゆうと。そっか、そんなにもう思ってる人がいるんだな。だからまあでも面白いね、ここまでさ、もう主人公がさ、すでに序盤からさ、もうなんていうかな、あの片思い状態というか、なかなかないですよね。え、俺を見つめていたのは優しい目だった。うん、そうだね。背中を押してくれる視線に俺は少しだけ表情を緩めた。お、アクトワン。いやー、いいね。いいね。なんかちょっと古キスとは違った感じで、いいですね。はい。ということで、まあ、今回はちょっと、まあ、シャープ1はここまでにしたいんですけれども、いやー、やっぱ、なんか古キスの世界に戻ってきた感がありますね。いや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 。なんかすごい。なんか男子生徒のあのボーイズはでも入ってるのか入ってないのか、男らってか、あれなのかわかんないですけども、まあ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 、とりあえずね、ここまで、ここで終わるんですけれども、いやいや、この、なんだろう、進行具合っつうの？なんていうの？この、なんかさ、こう、クラス発表のところまでみたいなさ、の流れがさ、もう古キスと同じような感じだったから。いやー、やっぱりこう、いいなって思うよね。いやー、あと、あの背景にさ、チラッとこう映ってたさ、あの謎のね、黒髪女の子の背景に映ってたあの、すみれちゃんとね、ユッキのあの感じとか。いやー、まあ、ユッキなのかわかんないけどね。うん。ユッキとスミレちゃんなのかわかんないけど、なんかいいよなと思ったよね。はい、まあまあまあ、そんな感じで。あれ待って、この BGM 古キスのやつじゃね。え、あ、アレンジだ、古キスのやつのアレンジだ。もうなんか上がるな。なんだろうね、もう解雇中じゃないけどさ。古きをなんか懐かしむ中みたいになってるけど、すいません。はい、まあまあまあ、
ね、あのスピンオフということで、ちょっとフルキスのね、話もちょっとしつつやっていこうかなと思いますので、まあ思い出しつつね、やっていきますので、ぜひぜひ、あの、また次回もお楽しみにということで、ちょっと最後ね、語りが長くなっちゃうとあれなんで、ここで締めたいなと思います。また次回もお楽しみに。それでは、バイバイ。ありがとうね。